ポラベアをご覧の皆様、アロハ、いかがお過ごしですか。めちゃめちゃ久しぶりです。本当に質問です。はい、最近ナレーションやってるシーンでございます。はい、本当に最近ですね、ちょっと私動画に携われてなくてですね、最近はナレーションも C がやってくれてまして、はい、で私はもう見るばっかりみたいな感じで、本当に皆さんこうやってね、こう声を届けるというか、おしゃべりするのは久しぶり、久しぶりになります。これでわかってるよ。久しぶりすぎて、はい。で、今回のポラジオはですね、皆さんのコメントでポラベアさん次ハワイいつ飛ぶの、っていうのを本当に質問ちょこちょこいただいておりまして、もちろん私たちもすごい悩んでおりまして、いろいろ動いてはいるんですが、その、結果報告というのが中心になります。で、私たちが調べながら航空券今どれぐらい上がってるのか否かとかね、やっぱり物価も上がってるし、いろいろ調べた結果も、ちょこちょこと間に挟んでいきたいと思いますので、情報としてもこれから皆さんのお役に立てばいいなと。でホテルの話なんかもね、今のワイキキのね、ちょっと最後の方触れたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。さて、今回お話しする内容を文字に起こしますとざっとこんな感じです。で、まずは、これに即してお話をしていきたいと思うんですが、私たちの今年夏の特典航空券チャレンジの状況についてお伝えしてましたね。してました。ANA ですね、私たちはね、フライングホヌを狙いたくてですね、で、結果報告としましては惨敗でした。ウェブの方で C が特典航空券を ね取る作業をしてくれたんですけど、やっぱり私たちがですね、ちょっと欲をかいてビジネスを狙ったわけです。で、行きはプレーコ取れたんです、だけど帰りのビジネスはやはり、キャンセル待ちっていう、空席待ちになっちゃって、でまだ全然期間はあるんですけど、2週間前まで待てるっていう状況でもありつつ、ただやっぱ前回プレーコとビジネスそれぞれが分かれちゃった時のね、状況とか考えると、特にお盆っていうのは、人気もあるので、これはおそらく無理だろうなっていう予想もあり、便が増えててもね、で、B&B の予約だったりとかいろいろ考えると、直前まで引っ張るのってこう精神的にも非常に良くないなっていうのを、経験してしまったので、悩みに悩んで今回は、キャンセルをしました。でもう一つちょっと事情がありまして、私のちょっと個人的な部分なんですが、私の身辺ですね、結構状況が変わっちゃってまして、去年母が5月に亡くなった後、父も倒れちゃって、2回ぐらい長期入院したりいろいろあった結果、父がですね、最近施設に入ることになっちゃったんですね。で、ちょっとかわいそうな状況なんですけど、私も限界もあって、でそういうこともあったので、施設に入ったってことでお任せできる状況にはなったんです、少し前に。ただ例えば今回夏、すごく長期間の予定で特典航空券狙ってたんですよ、12泊だったかな、でさすがにその施設とのやり取りだったり、父がまだちょっと体調不安定なとこもある中で、12泊家を空けるっていうのはちょっと心配だなっていうのもあったんですね。だからそういう状況も踏まえて、夏の特典航空券は一度キャンセルっていう、諦めたっていう形になります、とはいえ問題がありまして、ここからはもしかしたらこういった方いるんじゃないかなっていうことでお話をしたいんですが、マイルの有効期限対策についてです。有効期限対策って言ってもやれることってもうあんまりなくって、で JAL ってマイルを使った特典航空券の取り方って、往復バラバラで取れるらしいんだよね。そうね、行きだけとか帰りだけとか、それいいよね、ただ ANA はですね、残念なことに往復でしか取れないんですよ、だから今回みたいに行きはプレーコ取れてた、じゃあ帰りだけ別、例えば ZIP で取ればいいんじゃねとかね、そういうことが、できないっていうのは、ちょっと正直欠点でもあるなと、ただ私たち ANA フライングホール狙いってこともあって貯めてたんですけど、
最初に来ちゃう期限が今年の12月末で9万マイルちょっとぐらいあったのね、はい、うんうん、でその後1ヶ月ごとにちょこちょこ、まあ 減っていっちゃうっていう状況で、また時々ドカンドカンと期限が来ると、うん、でこういう方ね結構いるんじゃないかなと、うん、でコロナ禍で延長されていたマイルのありがたい有効期限がもうやっぱりぼちぼち切れてきてるんですよ ね、 でそういう方がやっぱコメントでもいらっしゃって、国内旅行に使うことにしましたとか、さすがにちょっと海外急には飛べないけどって、はい、で私たちもやっぱそこ考えたよね、うん、沖縄とかね国内あの飛行機でね使っちゃえみたいな。で、まあ、かといってやっぱハワイに使えないのとか海外旅行系ね、あの使うっていうのはすごくメリット大きいので、特に特典航空券悩んで悩んで、はいはいはい、ただまあできることって ANA の場合はスカイコインっていうものに変えてチェンジして、そうするとそこから1年間有効期限が延びると、まあ、その間にコインに変える、まあ、イコールある程度まあ現金化するようなイメージで持っている方がまあ自由度が上がるのかなっていう気もして、でエコノミークラスの特典航空券を取るのとスカイコインに変えるのだとそんなに価値観変わらないっていう考え方もあって、なので、まあ、スカイコインに変えるってことを一つね頭の中で私たちもイメージをするようになりました。でちなみに私たちは、ANA の一般カードというのを持っていて、で交換する一度にどれぐらいたくさんのマイルをスカイコインに変えるかにもよるんですけど、交換率が変わるんですよね、持ってるカードとかって。なんか、1マイルが 1.2 円になる人もいれば 1.5 円になる人もいるし、 1.7 が最高だったかな、なんかいろんなやり方が裏技もあるみたいなんですけど、私たちは 1.5 倍にできそうだと。でそうすると例えばまあ9万マイルってさっき言いましたけど、初めて切れちゃうものが、まあ、その後のものもちょっと加味していくと10万マイルぐらいをスカイコインに変えたら15万円分ぐらいにはなるなと。だそういうのも含めてちょっと今後チケットのことを考えてみようかなっていうふうに考え方をねチェンジしてたっていう経緯が一つあります。まあ、皆さんどういうふうに ね使い切ってるのかどうなのか、まあ、貯めてる方貯めてない方いろいろいらっしゃると思うんですけど、やっぱポイントっていうのはホテルのねあのマリオットポイントとかいろいろ聞きますけど、使い方ってやっぱそれぞれテクニックがいるなって改めて思いましたね。ジップエアから、まあ、ゴールデンウィーク前のセールみたいな、そうね4月入ってすぐぐらいだったか、うん、C が見つけたんですけど、うん、10日間限定セールみたいな感じで、うん、まあ来たんですよね、うん、でもジップエアの値段は大体相場が分かってたけど、はい、その4月頭ぐらいの時点でとりあえず例えば今年のゴールデンウィークの、まあ、いわゆる繁忙期を調べたら片道4万ちょいぐらい、うん、4万何百円何百円とかいう世界だったんですよね、うんうん、こちらがスカイスキャナーで調べたあの結果なんですけれども、4月26日から5月3日の期間ですと、うんうん、ジップエア2人で往復19万3160円っていうお値段だったんですね、うんうん、まあ、ゴールデンウィーク中としては決して高くはない。そうだね、うん、おーおー安いなと、うんうん、へーなんて思ってたんですね、うんうん、でじゃあ、まあ、私たちが大好きなフライングホーム、うん、ANA っていくらなんだろうなって、うん、とりあえず調べてみたんですね、うんうん、でちなみに、まあ、繁忙期ってなると、まあ、絶対高いだろうと思ったので、うん、いつも私たちはその繁忙期を1日だけ頭をずらすとか、うん、後半にするとかっていうことで、うん、なるべく安く抑えていたので、まあ、今回はあの4月25日から5月2日、うん、1日前倒しし、うん、頑張ってちょっとあの有給取るみたいな形で、うん、ANA を調べてみたところ、こちら20万5798円だったんです、うん、でちなみにこの期間のジップは19万2728円、うん、で1日あの繁忙期がねドンと入ってくると、ま、若干上がりますけど、ジップはほとんど変わらない、うん、1万3000円ぐらいしか違わない、ね、そうなんです、ANA とジップエアでもこれしか値段変わらない、うんうん、でしかもねおそらくジップエアはここに荷物、そう、ね、お金がねこれにプラスされるはず、はいはいはい、うん、ってなると下手すると ANA よりも高くなっちゃう可能性もある。で機内食も基本ないわけだから、うん、だから考え方としては ANA の方が、うん、まあ、広いし、これフライングホールの値なんです、うん、なんですけど広いし、まあ、荷物のことも基本心配しなくていいしと思うと、うん、あれ安いんだってちょっとびっくりしたんですよ ね、この円安の中で、うん、だからまあタイミングなのかなって思って、うん、でこの後
これを調べたのが4月の頭、8日ぐらいだったかな、うんうん、4月の8日だったんですけど、5日経って気になってもう一回調べたんですね、うん、はいはい、13日の時点でのお値段がこちら、275,108円、うんうん、か7万ぐらいざっくり上がってたんです、うん、なので5日間のうちにかなり値段の変動があったんだなと、うんうん、でちなみにもジップエアに関してはそんなには変わってなくて、あの、まあ、本当にほとんど変わらないっていう感じ、うん、もう JAL とか調べると下手すると30万超えになっていたりとか、うん、なのでこの時期、まあ、ゴールデンウィーク前の、うん、あの、まあ、約2週間前とか、うん、3週間前っていうのは結構激変するんだなっていうのを改めて感じました。でこの流れを見ると、うん、やっぱり今回のきっかけ、調べたきっかけはジップエアからの、まあ、いわゆるタイムセールみたいな限定セールのお知らせがきっかけで調べて、うん、はいはい、分かった値動きだったんですけど、こういう航空会社どっかから来た時って若干チケットが余ってたりとか、そうだよね、うん、飛ぶ人が少ないのかな、かなとか、うん、あとやっぱり最後の、 あの、うん、一層セールみたいな、はいはいはい、感じが始まったんだなっていう目安としてはすごく有効なんだなって思って、うん、で毎回そう思いつつも、うん、まあ、ZIP かうんとか、うん、ANA じゃないしとかってちょっと調べるの怠けてたりして、うん、で後でなんとなく見たらもう値段超高くて、うん、なんだダメじゃんなんて思ってたんだけど、今回急いで調べてみたら、うん、まあ、お知らせが来てから直近で調べると案外 ZIP からのお知らせであっても別の航空会社もそういう動きが、値動きがあることもあるなとちょっと気づきました。でたった5日間あの、ね、遅れるともう7万、5万、7万っていう値段が変わってきちゃうということを考えると、まあ、ここはやっぱ大きいなっていうのと、まあ、調べてみる価値は本当あるんだなって、うん、今回あのよく分かったことでしたね。さて今回の動画の、まあ、本題であるポラベアは、うん、じゃあどうするの、はい、っていうことなんですけど、こうやってゴールデンウィークの前でも値動きが、ね、うん、安くなるタイミングもあるとかって分かったので、うん、まあ、とりあえずじゃあ今私たちが、まあ、キャンセルしちゃった8月の特典航空券、まあ、買い直すとかね、スカイコイン使ってってやったらいくらかなと思って調べてみたところ、お値段がこちらドン8月9日金曜日に飛び、まあ、16日に帰ってくる、まあ、繁忙期ど真ん中みたいな感じで調べたら、もうびっくりだよね、2人で56万6,711円ANA ですけどね、 JAL だってもう62万とか、すごいね、これ桁が違いすぎるね、これはどうしちゃったんだろうっていう、まあ、ジップエアとかはもう絶対そんなこんなに上がることはないから、うん、狙い目としてはゼロじゃないんだけど、やっぱり ANA のスカイコインを使いたいわけですっていうことが、そう私たちのまあ使命でもあるわけですよ、うん、まあ、でも今の時点では当たり前に買えない、でこれどうしよう、じゃあもうちょっと待って、うん、今みたいにタイムセールとかで落ちてくるのを狙うなり、そう、ね、直前1ヶ月みたいな、みたいな、うん、であと1日前倒しすることで少しでもね、うん、この50何万がどこまで下がってくるんだろうっていうところは、うん、まあ、これから見てはいきたいんですけど悩ましいなと、うん、でもう本当に2人でうんってうなってうなった結果、うん、ポラベアの決断は明日飛びます、はい、明日飛びます、ちょっと急いでこの、ね、動画も、ね、ちょっとアップしてるんですけど、明日飛びます、はい、飛ぶことにしました、決断しました、で、すごく本当迷いました、あの父を、ね、施設に入れて、はいはい、まだそんな経ってない、ただ、まあ、落ち着いては来た、やっと私も一息つけるようになったと、はい、であと円安がすごいんですわ、あ、まあ、そこも、ね、迷いました、本当に迷いました、ただやっぱり背中を押してくれたのは20万ちょいでフライングホヌに乗れる、うん、しかも先ほど言いましたマイルですね、うん、10万マイルを初めてスカイコインに変えました、うん、で15万円になりました、はい、そうすると、ね、差し引き5万ちょっとくらいとかで、ね、いけるんですよ、5万6000なんぼの現金を払えばハワイに行けると、うん、でこれは、まあ、マイルの使い方として、まあ、いろんな使い方ありますけど、まあ、うちらはこれでいいんじゃないかと、うん、今回に関してはしかも燃油サーチャージ込みの値段が20万だったんだよね、そうなんです、でね、あのエコノミークラスの特典航空券って前にまあ私たちがプレイコンも含めビジネスも含め取った時に、うん、当時燃油サーチャージめっちゃ高い時で、うんうんうん、
去年か、はいはい、14、5万払ってるんだよね、そうだね、結局現金で そのぐらい払ってるんだよね。そうで今の燃油サーチャージは1人4万いくらかだったかな、4万円台ぐらいなので、うん、2人でも8万いくら、うん、9万円ぐらいだったかな、うん、なんで、でもうスカイコインってそういうのもあの込みで、うん、まあ、まあ、いわゆるチケット代、そのさっき言った20万なんぼのフライングホームの金額から、はいはい、そこには燃油サーチャージとか航空税とか税金とかも全部入ってるんだけど、そこに対してスカイコインってドンと使えるので、あの特典航空券みたいに燃油サーチャージ分に関しては特典航空券の効力は発揮されないんですよね。現金でそこ払わなきゃいけない。そこを考えるとエコノミークラスに関しては正直頑張って取るあの苦労とかね、特典航空券じゃなくてスカイコインの方がメリットがあるんじゃないか、メリットがある、そう、現金で払う分を買うことと、あとやっぱり、まあ、自分のタイミングで取れるっていうのも含めて、うん、まあ、自由度は高いなっていうのは今回、まあ、改めて感じました。そう、ね、あと直前であの、うん、ビジネスとファーストのマイルが2万マイルずつプラスされて、うん、上がっちゃったんだよね。解約です、うん、あの4月18日から ANA の特典航空券ね、うん、ビジネスクラスとファーストはね上がっちゃったんですよ、そうなんだよね、使用マイル数が。でエコノミーとプレエコに関しては据え置き、うん、そこはねやっぱ思いました。なんかプレエコとビジネスの特典航空券のマイル数がずいぶん近いんですよ ね、 そうだね、あまりだったらビジネスっていうぐらいのマイル数しかないから、うん、まあ、そういう解約もあったのでね、今回はスカイコインをまあ思い切って、うん、あのマイルをスカイコインにして使うっていう形で、はい、この金額でいけるのならば行こうということで、うん、明日から飛ぶことにしました。なので明日からの生っぽい放送をおそらくちょこちょこあの出せると思います、はいはい、で前の動画がまだ残ってるよね。残ってるはずだよね。なので、まあ、あのちょっとね、ちょっと紛らわしい動画がちょこちょこ出るかもしれませんが、ね、はい、あの今のね、ワイキキの状況を皆さんに、まあ、お伝えして楽しめたらなと思っています、はい。さて、で今回の旅の工程を、まあ、簡単になんですけど、7泊です、はい、で、カイルアには行きません、今回はね、うん、まあ、泊まりません、行くかどうかちょっとあれなんですけど、はい、少なくとも、うん、泊まりません。でやっぱそれはやっぱり あちこち移動しちゃうと結構忙しくなっちゃうのと、7泊だと、まあ、中途半端だなっていうこともあって、あの2019年の9月コロナの前だね、うん、直前で言って、シーンが8時間以上 あの動画に編集して、はいはいはい、まあ、割とご好評いただいていた旅のような感じで、うん、あれは4泊ワイキキ、もうほんと弾丸駆けずり回った4泊だったんですけど、まあ、すごい楽しかったし、もう少しゆったりと、まあ、ワイキキを楽しみたい、ね、ワイキキ周辺かな、ちょっとどうしてもね、うん、アクティブに動きすぎちゃうので、そうなんですよ、今回はちょっとだけゆっくりハワイっていう感じで、で、まあ、テーマとしては前回のハワイ3年8ヶ月ぶりのハワイで、まあ、いろいろてんこ盛りで頑張ったんですけど、まあ、結構行けなかった場所も多かったので、ね、ミッション取りこぼしがいっぱいあった、いっぱいありましたね、うん、あのなんかテンションもね変な感じでね、3年8ヶ月ぶりでね、なのでそこをまあゆっくり取りこぼしちゃったところを拾っていけたらなと思っています。でどのあたり行きたいかっていうのをまたちょっとお話をね後で軽くしたいんですけど、あの皆さんもしかしてちょっと気になってくださってるかもしれない、ホテル、うん、あの航空券の次はやっぱホテルですよ、うん、で Airbnb で今回はあのコンドミニアムを探しました。で、まあ、直前でもあったのでどんなもんかなって調べてみたら、4月8日チケット取った時点で見た時は、例えばアラモアナショッピングセンター方面のコンドミニアムだと一番安いところで15万っていうのがあったかな、7泊、ね、うん、で調べてみたらパゴダホテルっていうところだ、うんうんうん、かなり和な、はいはい、和テイストが、うん、あの、ね、入りまくって鯉がいたりとか、うん、和の雰囲気のところで、まあ、お部屋はベッドも2台しっかりあってよかったんですけど、ラナイがないなとか、あとアラモアナの方も私たち実はすごく興味があるので、うん、ビーチも含めてあのいいなって、で、まあ、安いじゃんまだで結構選べるとこもあるじゃんっていうテンションもあって、まあ、それで今回行こうって決めたきっかけになったお値段でもあったんですけど、まあ、意外と見てみると、うん、7泊で20万切ってるとこもまあまああったんだよね、4月8日時点で。でもその後もう一度見てみたらやっぱり安いところからどんどんなくなっていて、う、ね、うん、5日ぐらい経ったら航空券と同じで、航空券が値段が上がってくるとやっぱホテルも高いところが残ってるみたいな、うん、でしかももう我々の期間は予約できませんと、あ、そうそう、最初狙ってたところがね、うんうん、
まあでもまあ迷ってらない欲しいしなんていろいろ思いながらの迷っていた間だったので、もうじゃあここは少し持ってもいいから、まあ、どっかいいとこ泊まりたい、いいとこっていうとね皆さんのいいとことか近く違うかもしれないんですけど、コスパのいいところ、いいところ、うん、コスパのいいコンドミニアムを探そうということで今回決めたのはこちら、まあ、ベッドがしっかり2台あるっていう、まあ、大事な条件をクリアしていて、まあ、キッチンもちょっとね簡易的なものがついていて、そしてラナイがね、ラナイがあるんです、ちょっと大きめに見えるんですよ、はい、でここ泊まったことがある人はもしかしたらあって気づく方いるんじゃないでしょうか、ホテルはアイランドコロニーということが分かりました、はい、でなんでホテルが分かりましたっていう言い方するかっていうと、エアビーアンドビーってお部屋がどこのホテルに入ってるものかっていうのを、まあ、個人情報ってこともあるんだと思うんだけど、予約しないとわからないシステムになってるんです ね、まあ、ただコメントで以前使った人がここですとか言ってる人もいるから厳密ではないんですけど、まあ、いろんな立地とか中の説明とか見るとだいたいどのホテルのコンドミニアムかはわかるんですね。でここはもうアイランドコロニーということがまあ分かったので、じゃあここにしようと。でお値段は7泊で、まあ、いろいろ全部清掃費とか税金込み込みで218,236円でした、まあ、ドル換算してる画面なんかもあったんですけど、で本来だと多分18万台とか ね、うん、それぐらいでアイランドコロニーのこのコンドミニアム、まあ、多分そんなに広いお部屋ではないみたいなので、もうちょっと安くはなってたんだと思うんですけど、今の相場ということでこんな感じでした、はい、参考までにですね、約3万ぐらいですね。そうですね、うん、すごく安いかっていうとそうでもないし、めちゃくちゃコスパがいいかっていうと、わかんないな、人によってこう価値観が違うので、う、ね、ただまあアイランドコロニーってすごく立地がいいのと、で以前アイランドコロニーすごくいいですよって視聴者さんから、まあ、何年か前なんですけど言われたこともあって、うん、私もワイキキのホテル10選というのを調べた時にアイランドコロニーすごく引っかかってきていたのと、運河側の景色っていうのもちょっと興味あったんですよ ね、2人で。なのでもうちょっとお安い宿も実はあったんですけど、まあ、19万いくらとかかな、2万円ぐらいの差でなんですけど、まあ、いろいろ考えてこちらにしました。はい、でまあ、どこを回るかによってやっぱりホテルの立地ってどうするかってあるんですけど、アラモアナ方面だとやっぱりもうちょっとお安くなってくるんですよ、ね、でもう一つすっごく迷った B&B があって、まあ、ちょびっとだけご紹介するとこちらなんですけど、お部屋はベッドもしっかり2つある、でいい雰囲気で、ラナイもあるんだよね、でちょっとね、あるので、下にすごい緑がねこう景色広がって、遠くには海も見えると、で立地を見るとどこのホテルかなっていうのが大体分かりまして、評価もすごく良かったんですよ、で Airbnb、 そうそう、 Airbnb の中の評価めっちゃ良くて、で使った方々がこう押してるお部屋みたいな、あこれいいね、もうここ決めちゃおうかなって、でアラモアナブールバードの、まあ、入り口あたりっていうところもあって、まあ、アラモアナ方面に行きたいならすごく便利かなっていうのもあってなんですが、じゃあここどこのホテルだっていうのをちょっと2人で頑張って調べて突き止めてみたんですね、はい、そしたらおそらくここインオンザパークっていうところでしたね。そうですね、C がここだろうと、でインオンザパーク確かにいろいろ評価をこれをまあ見てみましょうって見てみたら、でトリップアドバイザーが評価3だったかな、でも最近使った方のだともうすごく良かったよって、ただ安価なホテルに慣れてる人はいいだろうとか、あと警備員さんに対する文句が結構いた、で車を借りて駐車場を使う人とかが結構トラブってるのかなっていうのが一個ちょっと感じたの ね、 そうね、あとはエレベーターの電源を警備員が入れ忘れててとか、それってみたいな、そうするといくらお部屋が良くてもちょっとどうかなっていう迷いが出ちゃったっていうのはあって、部屋によってはね衛生面に難ありみたいな、そうそう、ちょっとゴッキーさんがみたいな G が出たっていう、なので今回 Airbnb を2回目なんですけど、実際使って泊まるのは一つ、まあ、ポイントだなと思ったのはコンドミニアムのお部屋とコンドミニアムのオーナーさんの対応に関してはものすごい評価が高いところであっても、そこが入っているホテルの評価がものすごく低いっていう、こういう現象も起こりうるんだなと、でもこういうところに試しにポラベア的に泊まってみて本当にダメなのっていうところを見るのもちょっと面白いかなと思ったんですけど、まあ、アラモアナ方面良さそうだったけど、まあ、街中でやりたいこともいっぱい、まあ、あるしなっていうことで、まあ、今回はアイランドコロニー運河寄りの方を体験しようということで決めました、はい、
なので、まあ、Airbnb すごく探しやすいし、お値段が安いところを探したい場合はすごくあのやり取りも楽なので、決してハードルは高くないんですけど、ホテルはどこなのかっていうところを探すのも一つポイントなのかなって今回あの分かったことでしたね、はい。いやということで決めちゃいましたね。決めました。本当にあの実は私のパスポートが、ね、切れちゃっててあやばってなって、はい、であの本籍地を、ね、変えたっていうこともきっかけがあったので、うんうん、C と2人で、まあ、ちょっと C は期間残ってたんですけど、はい、もう一緒に変えちゃうと、はい、同じ期間にもうしちゃいましょうと、うん、じゃあ10年間10年間ね、うん、でどっちがあの切れてる切れてないでね、うんうん、バタバタしないしっていうことで、はい、なので結構、うん、あの焦りました、ね、バタバタと。であれも取らないといけない、受け取ってすぐエスタ取らないといけないし、うん、エスタ、そうそうそう、そういうのもあって、うん、ただもうそれでもとにかく動いて、せっかくのね、まあ、チャンスというか機会なので、うん、まあ、少しでもお安く行ける、航空券安く行けるこのチャンスをね、うん、逃さずに飛ぼうということで、はい、まあ、決めました、はい、円安に負けず、負けず、もうで怖いのは現地での値段だよね、うん、あの前私たちが行った去年は134から7だった、4から7だった、うん、それでもすげえって思ったんだよね。そうね、あれはるかに超えてるから、ね、超えてる、いつもの感覚と違う、うん、高いと思ったのが今回どうなのかっていうのはちょっと行ってみないと本当分かんないなって、うん、ちょっとドキドキしてるんですけど、ね、であの行きたいところをざーっとちょっと最後にお話ししたいなと思うんですけど、うん、私なんかやたらとアイホップに前回行けなかったことがなんでだろう、すごくアイホップのあのパンケーキとか、うん、朝ごはんからもなんか食べてみたいなっていうのがすごいあったのと、うん、もう一つはロスドレスフォーレスに行けなかったのね、うんうん、あれ1回も入ったことないんだよ、うん、未だに入ってない、ね、入ってないの。だから、まあ、あのなんかすごいこう雑多な感じを味わってみたい、はいはい、なんか掘り出しもあるかなっていう感じで、うんうん、僕はね、はい、一番はやっぱりステーキ食わなかったことなんですよ。そうそう、ちょっとねお腹具合をねあのちょっと心配しつつだったんで、うん、私自身がねちょっと避けちゃったね。あと値段、ハイズっていうめっちゃ高いところが前泊まったパシフィックモナークの本当に目の前、ね、すぐそばだったから行く、うん、予定でいたのに、まあ、いろいろこう予定も立て込んでしまったりして行かなかったんだよね。ハイズ高いぞ、 4,5 万の世界、そう、ね、5万、2人で多分普通に食べてそれぐらいになっちゃう、うん、まあ、ドレスコードもあったりとかする、あったりとか、まあ、ちょっと今回迷ってますけどどっかでお肉は食べたいな、うん、まあ、とにかくステーキが食べたいんですよ。そうだね、別に場所はどこでもいいんですよ、うん、そうだね、美味しいと評判のところとか、うん、まあ、ハイズに関しては香木っていう、ね、うん、木で焼いてるとか、なんかそういう面白いところでなんか食べたいなみたいのもあるね。あとシーンはなんかあれ言ってたよね、エコタウンね、エコタウン、うん、あの現地の人がどんなものをハードオフみたいなところに売りに来てるのか、そうそうそう、うん、まあ、要はハワイのハードオフみたいなところですね。そう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 、うん、でまあ、うん、ハードオフなんですけど、まあ、ハードオフなのか、うん、あ、そっか、本当にハードオフなんだ、うん、だから C が例えばハードオフ行ってる間に私がロスドレス行って、うん、2人でちょっと別行動していろんなお店見ていくのも、うん、まあ、楽しいなって、情報としてもこういっぱい、ね、ね、出せるかな。ウォルマートとかもそうです。ウォルマートもそうですね、うん、結構ね、あの、あとノースショアの方も本当は心残りがあって行きたいんだけど、うん、いろいろこうね予定を詰めすぎちゃうとまたドタバタしちゃうので、うん、その時のノリで見るものを決めるとかお天気で決めるっていう楽しさもあるかななんて今ちょっと思ってるんですけど、ね、なるべく初めてのね、うん、体験を多くしたいなっていうのは正直ありますね、はい、のんびり散歩が今回は多めにしたい、したいね。あとあの向こうにいる YouTuber さんともね、なんか1回ぐらい1人ぐらいちょっとこう、うん、何かお話できたらいいななんて思ったりもしてるんですけど、うん、あんまり決め込んではいないですね。そうね、ね、もしかしたらその視聴者さんが4月の25から5月2日、あ、はい、まあ、5月2日はもう帰る日なんですけど、そうそうそう、その間で実はいますっていう人がいたらそうだね、あのインスタ経由で連絡いただけると本当に、うん、会える機会があるかもしれない、あるかもしれない、うん、本当に、まあ、あのそんな感じで、うん、明日飛びますので、はい、今度はね、やばいやばい、絶対パスポートを紛失しないようにしますんで、うん、私もう本当に本当ですよ、はい、で前回の旅がね本当にあの久しぶりで私たちのテンションが不思議なテンションだったせいもあると思うんですけど、いろいろなことを呼び寄せちゃったというか、うんうん、トラブルもあといいことも、うん、あのジーノさんとね、うん、あのお会いできたり迎えに来てもらえたり、はいはい、ご縁もありましたし、うん、ばったりあの毎日サンダルさんに会えたり、うん、あと、ま
まあ、ちょっとこの前動画でも出ましたけど、ずっとカエルアでお世話になってたね、ジャネットさんが私たちがいる間に亡くなったりとかあったり、まあ本当にいろんなことがあって、で帰ってきてお母さんにいろいろガイドでもオアフ一周に近い感じで動いてもらった。またマカンさんいたりしたいかな。コラ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 みたいな。まあでも あとあれもマカンさんに教えてもらった、あのパイナップル、すごい美味しいパイナップルが ね、また再開食べられるチャンスがありそうな、今期間中だったから、ちょっとその調べて食べられそうなら食べたいなとか、あの多分ね飛行機の中とかでもね、あやっぱあれもやりたいこれもやりたいって結局増えちゃって、結局休めないんじゃないかっていうね、結局休めないんじゃないかって予感がしてる、うん、なんかね、まあ、1日ぐらいはせめてなんかゆったりしたいよ ね、まあ、ね、アラモアナのビーチは本当ゆっくり行きたい、うん、1回、うん、でなんかね今回 あのコンドミニアムはシュノーケリングセット置いてくれてるとか、うんうんうん、あのそういうところもねなかなかいい感じだったので、はいはい、うまいことね楽しめたらいいなと思ってます、うん、はいはいはい、あと個人的には今回初めて 4K でちょっと撮影してみようかななんていう思いもあったりなって、あの映像ね、はいはい、綺麗なハワイが見れるかもしれません。そうだね、本当にもう円安もそうだしね、なかなかあの行きづらくなってることも正直現実としてあると思うし、私たちもあのマイルがなかったら、うん、こんなに簡単に決断は本当マジでできなかったと思います、うん、お金ってなかなかね自由にならない部分もそりゃありますしね、なのでまあちょっと行けたきっかけになった、まあ、マイル、ポイ活で貯めたマイルは、まあ、無駄にならなくてよかったなっていうところはありますね、まあ、皆さんもあの7月に行きますっていう方もねいたりとかして、はいはい、何かこう現状参考になることがあればいいなと思うし、何よりまあ楽しんで行っていきたいなと思います ね、まあ、ということで、あの、まあ、明日ねまたお会いできる可能性が高いんですけれども、はい、生っぽい特にトラブルなければ、はい、配信状況とかね、あのできればあのやりたいなと思ってますの です、ね、はい、夕方以降に生っぽい放送が空港からあるかもしれません。そうそう、あるかもしれない。で、9時半の出発なんだよね、はい、今回遅い方のフライング方の2つある中で遅い方を選んで、はい、どの機材なのかも、ね、気になります。ラーちゃんに乗りたいな、ラーちゃんに、ね、乗ったことないんでね、あの赤い機体のね、はいはい、なので、まあ、どちらの機体になるのかも含めて、あの、まあ、ちょっとなるべく早く空港行ってね、あの、はい、フライングホームの姿もね生っぽいでできたらいいななんて思っております。それでは、まあ、明日かな次回の動画でお会いしましょう。 See you again! 行ってきます。明日か、ちょっとドキドキする。パスポート忘れないで。